現在新潟県内では大雨警報や洪水警報が発表されております。まずはいただいているリポートからご覧ください。新潟県新発田市の方からいただきました。雨上がりの朝ですが遠くに雷の音が聞こえますということです。新潟市や長岡市、三条市、燕市では大雨警報、そして長岡市と燕市には洪水警報も発表されております。この後も安全な場所で過ごすようにしてください。まだまだですね、このように日本海から活発な雲を流れ込むような状況です。だんだんと下越のあたりでは隙間も出てきますが、中越のあたりには赤や黄色の雨雲流れ込んでいきそうです。27時間先までの雨雲の様子ご覧いただけます。確認しながら安全な場所でお過ごしください。